も皆さんこんにちは、ごきげんよってこと。新スキンでビクロイ目指していこうかな。はい、新スキン、はい、こちらクリエイターサポートボクシングチェイチェイまでお願いいたします。キューン、いや、よきかな。シャーマン、夢ならばどれほどよかったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。心は小学生なんでダメなんでしょうか。うん、僕も小学生です。心はキッキッキッ、心じゃなくて精神年齢が小学2年生で、チラチカお願いちまっちゅ。小学2年生の時な、担任めっちゃ怖かったんだよな。変な話するけど、なんか女性の先生だったんだけど、すごいなんか怖いよっていう、厳しい先生だよって話は聞いてたんだよ。でそれでね、先生だからさ、なんか数学のテストとかさ、あ、なんかちょっと待って、知ってた。なんか例えばさ、算数とかの答えを先生に持ってって間違ってたらさ、はいバッテーンとか言ってパーンって捨てられんの。マジでパワハラっていうか、もう体罰だな本当に。で前にも言ったかもしんないけど、5年生になったらさ、すんげー厳しい先生になっちゃって、たまにね、給食の時にあの残飯が残っちゃうんですよ。残飯が、それで怒っちゃって、お前らほんとふざけんなみたいな、お前ら何してんだっつって、急になんか残飯をね、教室の床にご飯とかぶちまけ始めて、お前らふざけんなーとか言って、壁紙のプリントとか全部外し始めて、全部なんかそこら辺に巻いてんの。それでその先生が蹴っ飛ばした瞬間、なんか米がなんかわかんないけどつるって滑ったんだろうね、こけてね、頭ガーンってぶつけて、みんな笑いそうになったんだけど笑えなかったんだよな、あの当時ほんと怖くて、笑ったら殺されるかと思って。まあそういう先生もね、僕らの時代にはいたんですけどね、今いるかわかんないんですけども。よーし、ちょっとね、パパッとビクロイして、新スキンだからさ。はい、オーケー。新スキンかっこいいよね。あの、千と千尋か、よくわかんないけど、あの、温泉に行ってさ、良きかなーとか言って、消える、なんかあれに似てるよな。良きかな、良きかな、待たせたなー。どうも、皆さん、どう違う。この試合、この声でやるわ。よーし。はい、ということで、やっていきましょう。はい。はい、こんにちは、どうも。こっそりね、フォートナイトやっていきまーす。ブロードキャスト。ん？何の音だ、これ。ん、ズキン。人がいた。人が来た。敵襲。はい、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 80。なんかごめんなさい。透けるな、今日。スケルトン。顔なし。いや、顔なしじゃない。顔なしはさ、っていう人でしょ。いや違う、あの黒いのじゃないんだよ、僕が言ってんのは。あの良きかな、わかる？千と千尋の神隠しのあの温泉に出てきた、なんか梅干しかなんか食うやつ、あれなんだっけ、あれ良きかな、良きかなおじさんいるじゃん、あれに似てるよ俺、後ろ。あ、顔なしはさ、あの黒いのでしょ、なんかお化けみたいな、あれカエル食っちまうからダメだ。あれなんでカエル食ったのかわかんないけど、あれかわいそうだよな、カエルも。おいおい、カレーをくれるのか、オーマイグッネス。なんかどちらかというと、今日本っていうのは日本で盛り上がるためのなんかあれだよな、世界観があんまりないっていうか。で映画も映画で有名な人を使って撮ってるだけで、なんか面白いのがない。だから僕の中学生とかルーキーズとかね、そういろんな、いろんな、なんて言うんだろう、まああれもよくよく考えれば素晴らしい、まあ、あれはもう神がかってんだよ。ちょっとわかんないけど、なんかもう最近見なくなったからテレビ、最悪。今何言ってるか分かんないけど、ごめん、ちょっと何言ってるのか分かんない。ちなみに僕はね、建築を得意としてないプレイヤーなんですよ。建築多分平均だとしたら平均ちょっと下ぐらいなんですよ。そう考えると、そこを伸ばすんじゃなくて長所を伸ばしていこうかなと。だからエイムを生かした立ち回りをした方が、個性っていうか自分の立ち回りプレイ的には残るのかなっていう感じで。だから結構ね、みんなね、自分のね、短所を伸ばそうとするから、僕は短所は短所で別に認めるっていうか、弱点としてるけれども、僕は長所を伸ばして長所でゴリ押すタイプだから、長所を伸ばしていくっていう方向性なんだよな。なんか難しいけどね。何がしたい？すごいね、今したいスポーツがあんの。そう、ボクシングすんごいやりたいんだけど、あれやっちゃうとね、手プル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 震えるんだ。すごい。
本当に震えちゃうの。あの骨折とかするからできないんだよね。だから今ゲームやってるじゃん。あーごめんなさいごめんなさい、うん、喋ってるけど喋ってるけど関係ない。この辺こうだから。でももう小学生とさ対マンしてさ、すごい建築上手くなったんだよね。やばいよみんな。あやばい、これすごい上手くなった。フォートナイトか最近もう嬉しくてしょうがない。楽しくて。あこれね上取られそうだ。これうるせえのがいんな、後ろにね。うぜえのがいんな後ろにね。まあ、建築資材たくさん使ってるけども、ここリロードしてこのバナナを仕留めると。多分あの中にいるからすげえ映って、こう、あいないね。はい、うわゴリ押しー、ゴリ押していくもう終盤になったらイボイモ星人。うわうわ、だからさ周りから撃ってくんなや、本当に腹立つのに。うなんかさ、すごいスナイパーで撃ってくるやついいんだけどさ、すごい腹立つんだよな、それ。再展開ないからマジでやめて。再展開ないからやめて、俺。無理だから。これ再展開ないから。あんまり上行くと危ない。本当に危ない。落ちるから。あ、再、あ、グライダー持ってたー、ミキティー、うわ。再展開持ってないと思ったらあったわ。いやーちょっと怖い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 。やばくね？これはいわゆるオーマイガーショットですか？やばいやばいやばい、誰だお前。ラッキーショー、やばくね今の。プロゲーマーなんじゃないんでしょうか。オーケー今のダブルキル気持ちいいな。すげえ気持ちいいんだけど。こんな感じ。やったねやったね、やったやったやったな。チクチクボーシチクチクボーシミーミー。これさ、右手出てるじゃん、これ。これ撃たれたら当たるんかな。危ないな。いや、これ危ない。今この人本当に危ないと思う。絶対やばい。おお！惜しい今の。あのアフロ。来て。うふふ。ごめんね、建築がばった。いやーヘッション入んなかったわ。気づいてねえなあいつ。オッケーティッチ。あのアフロマジで厄介なんだけど。あれ、あプリッツくんじゃん。プリッツくんがいるよ。私は無敵だ、無敵キング。無敵キングです、無敵キング CH 無敵だ、誰も壊してこないだ。うわアフロがいる。ファイヤー鈴木、ファイヤー鈴木出てこねえぞ。来た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 。どこに行った？お？やらかした！なんで？なんで？なんで？やらかした！やらかした！嘘嘘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 ！もういいわ。もうソロやめるわ。